こんにちは、キキです。今日は今さっきスピッツのライブを見てきたので、その感想を興奮冷めやまぬうちにお話しできればいいなと思います。できればカットせずに動画を出したいなと思ってて、初めての試みなんですけれど、ゆっくり話しながら頑張りたいなと思います。まずはじめに、私はスピッツの10年来のファンです。そして普段は海外、ギリシャに住んでいるので、ライブに久しく行けてなかったんですけれど、正確には2016年の岐阜で、ジャンボーレっていう、ツアーに行った以来だったので、すごく久しぶりだったんですが、行くことができました。で、何から話そうかなまず、スピッツ以外に3組、他に 2組出てて、その2組の方ももちろん良かったんですけれど、スピッツを目当てで私は行って、正直他の2組は あんまり私個人は知らなかったんですけれど、とても好きになりました。で、スピッツの番が来た時に、草野さんが大阪ではまだカールと おにぎりせんべいがコンビニであるねって話されてて、私もそれがなくなったことも知らなかったし、それが関西限定で手に入るっていうことも知らなくて、海外に住んでるからなのか、お菓子事情に詳しくないからなのか、まあ置いといて、それはとりあえずその話を聞いたらカールが食べたくなったので買ってきたので、これをつまみながらお話ししようかなと思います。まず待ってくださいね。なんかね、美味しそう。6種のブレンドチーズ味って書いてある。いただきます。うるさい、この食べる音まずトップバッターがマカロニえんぴつさん。初見だったんですけれど、なんかすごく年が近いような気がして、いくつかちょっと調べていいですか？すごく若いエネルギッシュさというか、パワーがあって、見た感じ、あと結成5周年って最後におっしゃってたし、草野さんが。じゃあもうちょっと若いかな、私。私は28歳、1994年なんですけど、どうだろう。4人組のバンド？あれ、5人いましたよね。うん。あれ、ボーカル、ギター、ベース。で、鍵盤もいて、ドラムもいたけど、ドラムの人はメンバーじゃない。こう、待って、服部さんがボーカル、高野さんがベース、田辺さんがギターで、長谷川さんがキーボード。あ、旧メンバー、ドラムいないんだ。メンバーじゃないんだ、あの方。あ、やっぱり服部さん1993年、田辺さん89年、長谷川さん93年。やっぱり1歳違いか、一番大きくて田辺さんと5歳違い。うん。で、最初に、一番最初に歌ったのが、愛の言葉のサビだったんですね。あ、この愛の言葉っていうのは、スピッツの曲で、で、そんなスピッツの曲で始まるとも思ってもいなかったから、なんか涙が出てきちゃってなんだろうな、マカロニえんぴつさんを知らなかったのに、スピッツの曲っていうだけで、をライブ会場で聞いたっていうことだけで涙が出てきちゃってなんかすごい年を取ったなと感じました。あと泣いた理由のもう一つは、もしかしたら、私スピッツを10年好きってお話ししたんですけれど、時期によって一番好きな曲が違うんですね。で、今一番好きなのが
愛の言葉で、それをライブで聞けたらいいなと思ってたんですね。なのでそのマカロニえんぴつさんが愛の言葉を一小節サビだけ歌われたんですけど、歌われたっていうことは、あ、じゃあもうスピッツは愛の言葉やらないんだと思って悲しくて泣いたのかなとか、自分でもなんで涙が出てるのかわからなかったんですけれど、そんな始まり方でした。その後ちょっとね、私詳しい曲のことはわからないんですけれど、私の言いた位置からすごくキーボードの方、鍵盤の方が見やすくって、その方が笑顔だったし、ずっと客席を見てたので多分何回か目合ってる自意識過剰かもしれないですけれど、なんていうかすごく好印象でした。で、2番目のパフォーマンスの方が読み方が全然覚えられなくって、4の星の玉を中国語で読むらしいんですけれど、それも読み方調べますね行く前に、ライブ行く前に調べろって思われるかもしれないですけど、その方は結成20年で、何の前知識もなく本当に見に行ったので、すごく衝撃でした。スーシンチューさん、スーシンチューさん噛みそうスーシンチューさんはすごいコメディチックでめちゃくちゃ笑いましたこれ説明が難しいんだけど、スピッツのアルバムの表紙っていうのかな、それって誰かがモデルになってることがよくあって、でもそのモデルの方も顔から上は見えてないっていう写真が何枚か今までにあったんですね。でそういった方の衣装を着てこられて、で本当はこんな顔してましたとか、このアルバムの表紙から飛び出してきましたみたいな感じで、はやぶさっていうアルバムのピンクのなんかタイツみたいなのを着てきたの、めちゃくちゃ面白かったです。そういうボケから始まりあとはなんか歌が始まるまで10分ぐらいあったんじゃないかっていうぐらいずっとボケてて、歌詞も含めてボケてたり、これはね、スーシンチューのボーカルの何さんだろうがやってたから面白くって、私が説明したところで面白さが北島さんが半減してしまうかもしれないけれど、歌詞に合わせて、例えば男の人がこうやってやって小銭じゃらじゃらしてるとか、あと何があったかなあとみんなで振り付けをするっていう、時に、振り付けしてくださいねっていう時に、何かスピッツらしい振り付けを1個足そうとかいう話になって、スピッツのみたいな振り付けじゃないっていうのは、なんか手を上げたりだとか一周したりだったんですけれど、何がいいかなっていう話になってあのバスの揺れ方で人生の意味が分かった日曜日にしようっていうことで、なんかこれでバスに乗って揺れてるっていう振りが入ったりして、なんだろう、虜になりました。そうやって歌だけじゃなくてお笑いの要素も含めて盛り上がれるっていうところがすごかったし、なおかつなんだろう、多分本当のことを言うと、私の見た感じですけど8割9割型スピッツのファンが来てたんですね、今日のライブには。そういったファンを取り込むのが、自分のグループの虜にするのがすごく上手だったし、私自身も大好きになりました。そんなところかな。あと歌詞がすごくよくって、あのおばちゃんにならないっていう曲なのかな、なんかアンサーソングって言ってて、よく意味が分かんなかったんですけど、それの歌詞がよくて、初めて聞いたんですけれど、それでも涙が出てきちゃって涙腺どうなってるんだろうと思いました、自分の
そうだから泣いてばっかりでしたね、今日のライブは。知り合いと来てなくて、その辺は良かったのかな。本当はこういうライブ終わりで誰かと語りたいんですけど、スピッツを、スピッツを好きな友達がいないっていうわけではないんですけど、たまたま今日は一人で観戦になっちゃったので。で、その間の、なんていうの、マカロニえんぴつさんが終わって、次のシー・スー・シンチューさんが出るまでの間に VTR があったりとか、そのスー・シンチューさんとスピッツの間にもう、VTR があったりとか、すごく楽しめる工夫がされてて、私ロックロックに行ったのは実は初めてなんですけれど、絶対また次も行きたいなと思いました。スピッツ、すごいサイトがあって 本当に終わって、ライブ終わって1時間ぐらいしか経ってないんですけれど、セトリが出てて セトリが載ってるサイトがあって、それを見ながら振り返りたいなと思います。1曲目、恋する凡人。すごいね。なんかね、泣かなかったね。何なんだろう。なんでマカロニえんぴつさんで泣いてスピッツで泣かないのか分かんなかったんですけど、多分実感がなかった。ずっと夢を見てるみたいで、自分が自分じゃないような、なんか別世界にいて夢を見ているような、本当に最後までそんな感覚でした。次、野生のポルカ。すごい盛り上がってましたね。盛り上がってましたねって他人事みたい。 なんか私、手とか体とか揺らしちゃうと曲に集中できないタイプみたいで、みんなあれ集中できてんのかな？あんまり動かせなかったんですね。曲に集中しようと思って。別にそれを動かしたい人は動かしてて全然いいし、迷惑だなとも何とも思ってないんですけど、なんだろう、野生のポルカあたりが、なんだろう、その曲が出た当時が、私がスピッツを好きになって最初に出たアルバムだったかな、これ自体が。なので、すごく、なんだろう、初心に帰ったというか、その時の思い出が蘇ってきました。次、ラズベリー。ラズベリーもいいね。なんだろうな。この辺りから、やっと、なんとなくライブに自分はいて、この目の前にいる人たちはスピッツなんだっていう実感が湧いてきて、少しだけですよ。最後まで夢みたいでしたけど。で、最初はやっぱり歌を聴くことに集中してたんですけれど、この辺から一人一人の顔を見れるようになりました。ちょうど私の席から、私は左寄りだったので、席が田村さんはよく見えたし、クージーさんもよく見えた。で、少し草野さんも見えるし、崎山さんも見えて、で、てっちゃんがすごく見にくかった。残念。そういう位置にいました。それで、その次の MC のところで、カールの話になったのかな。カールとおにぎりせんべいの話になって。で、なんだろうな。びっくりしたのが、今は打ち上げもできないだけじゃなくて、
普通のご飯も外に食べに行けないことになってるのかな、アーティストさんは。で、ホテルで昨日の夜お弁当を食べたんですって。びっくりしました。そんなことあるんだ。それぐらい厳しいんだと思って、規制が。この一般人の私ですら普通にご飯食べに行ったりしてるのに、出演者の方がすごいストイックにされていて、なんだろう、本当にそういうストイックさのおかげで今日があるんだなと思わされた MC でした。はい、ちょっと急に背景が変わったと思いますが、実はあの後ビデオが撮れていなかったので急遽撮り直しました。で、ライブからすでに日にちが経ってしまっているので服装も変わりましたが、お許しください。で、どこまで話してたかっていうと、4曲目だね。で、4曲目がすごかったんですよ。実は私、ライブが始まる前に、スピッツが出てくる前に、今回このライブで一番聴きたい曲ってなんだろうって考えてたんですね。愛の言葉はもう終わっちゃったし、で、夜をかけるもう今すごい好きだなとか、あと君が思い出になる 前にも、うん、私の中で今マイブームだなと思ってて、でもアパートもいいなとか私アパートここ5年くらいずっと好きで、いつかライブで聴いてみたいと思ってたし、選べないななんて思ってて、やっぱりアパートかなと思ってたら来ました。夏が終わる盲点だった。そうそう、これがあった。夏が終わるをすごく絶妙なタイミングでっていうのも4曲目で、しかもこの時期っていうことに合わせて持ってくるって、やっぱりセトリがすごく考えられているなと思いました。で、夏が終わるの照明がすごく綺麗で、夕日に照らされている感じなのか、ちょっと秋を思わせる赤い色で、それに映る、それに照らされるメンバーたちがすごく、なんだろう、感傷的になるエモい感じがして、その空気感が一体、空気感一体が好きで惚れました。本当に聴けてよかった、この時期のライブならではっていう感じでしたね。その次がまさ夢。ちょっと前の撮ったビデオ、途中までしか撮れてなかったビデオを見直してて気づいたんですけれど、なんかすごい空気が重い、私の喋り方が重くて一回忌みたいだったので、もう少しテンポよくいきたいなと思います。まさ夢、これもね、聞きたかったのですごく嬉しいです。ライブでは特に2番目と次の、なんていうのかな、もう一回サビが来るところのその間の演奏が魅力的だと思ってて、まあ3名なんて特にその部類に入る曲だと思うんですけれど、そこがなんだろうな、 CD とかで聴いてるとサビを待ってる時間になりがちなんですけれど、ライブだとそれが一人一人の演奏をじっくり見る時間というか、その最後のサビまでの高まりをみんなで共有する時間っていう感じがしてすごく好きなんですね。で、それだけじゃなくて、やっぱり声も演奏もなんで今更言うんだっていう感じですけど、もう綺麗だったので本当に聴けてよかったです。で、ここで MC だったかな。で、次がカバーの Only You。 これはね、実際私は知らなかったんですけれど、なんか Only You だけ聞くとOnly You 世界中が回り始める頭に来ちゃうんですけれどそれとは全然違う曲でした。でもね、それもカバーとは思えないぐらい自分たちの演奏でものにしていて、あれ、こんな曲スピッツにあったっけと考えちゃうぐらい、個性に合ってたのかな、なんか合ってたわけじゃないな、なんて言うんだろう、スピッツの新たな一面を見せてくれたカバー曲でした。その次がメモリーズカスタム。この曲ってなんか中毒性がある、ありますよね。特にライブだと、この何曲目かな、もう8曲目ぐらいになると、みんな
感覚が麻痺してるっていうか、もうみんながスピッツっていう魔法にかけられてて、言い方悪いですけど麻薬を摂取した後でハイになってる状態というか、そこにこういう曲を持ってこられる、リズムが速くてちょっと不思議な雰囲気のある曲を持ってこられると、もうみんなでハイになっちゃってる気がして、そのテンポ感もそうだし曲調もそうですけれど、一気に何だろうな夢の中に引きずり込まれるっていうか、みんなで沼に浸かってるそんな感じがします。でそれも聴けてよかったし、その次が獣道、もうネタバレしていいと思うんですけれど、大阪の日の出でした大阪の日の出はすごい綺麗で、これは何度かライブで聞いたことがあるんですけれど、それでも聞くたびに私の中の獣道が更新されていくというか、獣道に聞くとやっぱりライブに来たなっていう感じがします。次が大好物、これはね新しい曲だし、私がライブで聞いたのも初めてで、でこの一部がほんの一部ですけれど、ドラムとあとボーカルだけの部分があって、君が大好きなものならっていう、あの3回目のサビっていうのかな、そこがすごく魅力的でした。その一瞬ギターとベースが鳴り止んで、草野さんの声がすごく声だけがすごく目立つパート、そこを聞くと胸がキュンとするし、なんだろう、あ、この瞬間がずっと続けばいいのにっていう感じになりました。そしてここで一旦終わって、次はアンコールで1曲目がハチミツ。やっぱりどのライブでもスピッツの場合多分そうなんですけれど、いろんなアルバムから曲を選出してますよね。それが私すごい好きで、それぞれのアルバムに思い入れがあるし、多分スピッツにハマった時期っていうのもそれぞれ世代によって違うし、一番聴いてたアルバムっていうのも違うし、その中でいろんなアルバムから少しずつ選曲してくれるっていうのはすごくいいことだなと思っているし、あとなんだろうな、その選曲の、セトリの順番がすごく盛り上がるだけじゃなくって、いろんな感情に連れてってくれる、激しいのもあればゆっくりしたのもあって、ゆっくりしたのもあれば、なんだろう、みんなで歌いたくなるような曲もあって、そのライブの空間をみんなで共有している感じがすごく好きで、で一番最後が、これは私ねびっくりしたんですけれど、君は太陽。なんとなく個人的には僕はきっと旅に出るが最後になるんじゃないかなと思ってて、っていうのもあの曲とコロナ禍の状況ってすごく親和性があるっていうか、歌詞がすごく最近の私たちに通じるところがあると思うんですけれど、だからそれになるかなと思ってたら君は太陽で、あ、そっちもあったかっていう感じでしたね。で最後の歌詞の理想の世界じゃなくても大丈夫そうなんでっていうのを聞くと、そうだよね、これからも頑張れるよっていう気持ちになります。これは以前同じくスピッツのファンのハライチの岩井さんがラジオでも話してたんですけれど、スピッツのライブって好きなライブが好きなになるところがたくさんあって、例えば変なアレンジをしない、変なアレンジって言ったら変だな、ライブのアレンジをあまり加えないっていうとこ、確かに今回もそうで、イントロっていうのかな、イントロとエンディング以外はほぼ歌詞も演奏も変わらないし、本当に CD のままの音源を聞かせてくれる。これは以前草野さんとかスピッツの方がインタビューでおっしゃられたんですけど、そういう方向性であえてやっているっていうので、そのところが私にはすごく魅力的なのと、あと観客に歌わせないし観客も歌わないっていうところが私は個人的にすごく気に入ってるポイントで、私は草野さんの声を聞きに来ているんだし、他の観客もそうで、それを観客もスピッツ側も理解していて、なんだろう、両思いそういうところが私にはすごく魅力的で、
特にマサイメなんかは合唱曲って言ったら変ですけれど、なんか口から出そうになる、みんなで歌いたくなるような曲調なんですけれど、そこを誰も歌わないっていうのがファンの来ているお客さんの共通認識としてあるのがすごく、私は居心地がいいなと思っています。で、一個だけその岩井さんがラジオで話していた時と違うかなと思ったことがあって、その時に確かスピッツは空も飛べるはずかロビンソンかジェリーのどれか楓のどれかをやってくれる、必ずライブでこのうちのどれかは1曲やってくれるって話されてたんですけれど、今回はその1曲もなくて、私もそのラジオを聴いてる時はそうだよねと思ってたんですけど、今回なかったのでそれは岩井さんのラジオを聴いてあえてやらなかったのかなとか考えました。そんなところかな。なんだかんだたくさん話しちゃいましたが、最後に、今回スピッツ35周年ということで、その数心中とマカロニ鉛筆には接待をされてるんじゃないかっていうぐらい、すごく愛を感じた、その他の2組からも愛を感じたライブっておっしゃられて、35周年かと思って、すごく35周年目のスピッツに会えたことが嬉しくなりました。そしておめでとうございます。その MC の時に何度も今日は来てくれてありがとうございますとか、今日は会えて嬉しかったですって言うんですけれど、そういうことを言ってもらえてファンとして本当に嬉しいし、こっちのセリフだよって思っています。そして、私にとってスピッツが活動を続けてくれてるっていうのはすごく心の支えになってるというか、同じメンバー4人で35年解散もなくやってきて、でこれからも歌い続ける、音を鳴らし続けるスピッツであり続けるっていうことを口に出されてるっていうのは、その今までの35周年5年っていうのがあるから口だけじゃないっていうのがもちろんわかるし、例えば私がプライベートで嫌なことがあったりとかうまくいかないことがあってもスピッツはそこにいてくれるんだっていう実家の感じ実家のような安心感があって、これからも頑張ろうって思えるし生きる気力になっています。そんなところで、今回はスピッツのライブに行った感想でした。多分話しきれてない気持ちだったり伝えきれてない感情がたくさんありますが、同じファンの方だったら、もしよかったら皆さんのスピッツの思いをコメント欄に書き込んでみてください。それでは最後まで動画を見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。